こんにちは、やる気先生です。いつも励みになるコメントほんまにありがとうございます。今日の問題はこちらです。ぜひ一度ね、友達に説明できるか考えてみてください。じゃあ準備 OK でしょうか。ここから授業です。どうぞ。では次3番いきましょう。各 COD イコール θ と置き、コサイン θ の値を求めたいと。ここを θ とするんですね。次の方針1、または方針2について、キーから C に当てはまる数を求めようという問題です。で、方針1は何をするかっていうと、ベクトル D を、ベクトル A、ベクトル B、ベクトル C を用いて表してみようと。で、どうやって表そうかなってなるんですが、ここまでに分かっていることは、ベクトル ON っていうのは、ベクトル OM を3分の2倍に縮めたものだよっていうのをさっき求めました。そして、ベクトル OM っていうのは、M はね、AB の中点なんで、2分の1 A ベクトル A 足す2分の1ベクトル B っていうのを求めてます。だからね、もうこれ整理したら、ベクトル ON は3分の1倍のベクトル A 足す3分の1倍のベクトル B っていうのがもう求まるんですね。で、さらに僕らが今表そうとしているベクトル OD っていうのは、当然、ベクトル ON 足すベクトル ND です。で、僕らは今ね、ベクトル D を、ベクトル A、ベクトル B、ベクトル C を使って表したいと。今、ベクトル A とベクトル B はここで出たんですが、ベクトル C も登場させないとダメです。そのためにはね、ここで出たこのベクトル ND の代わりに同じ向き、そして同じ長さのベクトル CN を使えばいいですね。そしたらこのベクトル CN っていうのはベクトル ON 引くベクトル OC に分解できます。あとは計算整理すれば2倍のベクトル ON 引くベクトル OC となって、ベクトル ON はさっき求めた通り3分の1 A 足す3分の1 B で、 OC は C でと。これにてね、ベクトル D を ABC で表すことができますね。方針1のキック傾向は以上のようにして求まります。じゃあ次方針に行きましょう。ベクトル OM とベクトル ON のなす角を考えると、ベクトル OM とベクトル ON の内積はベクトル OM の大きさ×ベクトル ON の大きさが成り立つよと。これ何言ってるかわかるでしょうか。というと、さっき求めた通りね、 ONM は一直線上にあるんでしたね。で、 OM と ON の内積っていうのは公式でね、大きさ×大きさ×コサインのなす角で求まるんですが、今この OM と ON のなす角ってどうなるでしょうか。というと、一直線上やから0度になりますよね。じゃあコサイン0度の値ってどうでしたっけ。というと、コサイン0度は1です。だから内積の値はね、大きさ×大きさだけでいいんだよと、それを言ってるんですね。で、それが分かったところで、僕ら何したいかというと、ベクトル ON の大きさの2乗は5に足す2分の1コサイン θ だよと。じゃあこのね、コサイン θ、θ って何のことでしたっけっていうと、各 COD イコール θ とする、ここを θ と言ってるんです。つまり、OC と OD のなす角ですね。じゃあ僕らもシンプルにね、言われた通り、ベクトル ON の大きさの2乗って言われてて、ベクトル ON っていうのは2分の1の θ+d のことやねんやから、これを考えればいいですよね。2分の1は大きさなんでね、まず2乗しといてあげても4分の1です。で、あとはね、このベクトル θ+ベクトル d の大きさを2乗してあげればいいですね。乗法公式のようにね、整理すれば、同じ内積は大きさの2乗になるんでした。そして違う文字の内積はそのまま内積になるんですね。ベクトル C とベクトル D の大きさは1でしたね。で、今、ベクトル C とベクトル D の内積はわからないです。だって当然各 COD の θ、ここがわからないですもんね。整理すればこの通りです。ただね、ベクトル C とベクトル D の内積、確かに θ はわからないんですが、大きさ自体はわかってますよね。1です。だからね、この内積の部分は大きさ大きさコサイン θ の形に表してあげて、大きさ1をもう代入してあげましょう。そしたらね、ベクトル ON の大きさの2乗は2分の1足す2分の1コサイン θ と分かるじゃないかと。ということは、サーシに入るのは2分の1じゃないかと分かるという流れです。